こんにちは、あるいはこんばんは。整体院安藤の院長です。今日もちょっとこちら振っていただいて、このボディを使ってみんなをドキドキさせてやるからな。はい、どうぞこちら向けてください。今日は、なんかね、やけに評判のいいね、ボキボキ鳴らし方、腰辺、腰椎のアジャスト、まあいろんな言い方がされますけどね、一般的なあの動画でよく見るパターンっていうのは手前に抱き込む感じだと思うんですよ。ちょっと右肩上に寝て、こっちから取るか、まあこうしてこうしてでこうやっていくと、でこうドンと落とすんだけど、僕の動画でこれやってるのはあんまないでしょ。ない、なぜかっていうとこっちの方が力が入っちゃうんですよ。でかすぎる人、重すぎる人、太ってる人はこっちからいくと。でそうなるとこの体勢って受けてる方が逃げられない。この体勢の時にこわっと思ってこう逃げたい時にこっち壊れちゃうので、逆からやります。でこれちょっとまあ邪道なんですよ。だから普通の感覚からすると習わないやつなん でこれだとどっちの角度にも歪んでる、どっちの角度にも持ってけて鳴らせる。でやっぱり体使って鳴らすのが一番大事なのは、そうだね、肩甲骨だね。あれゴー君どこ行っちゃった。この動き、腰を入れて遅れて幅を作ってから入れると。でこの時に手で行かない、これで行っちゃったら素人、体で行って逃がす、これまでが一連の美しい流れです。もうちょっと近いでできればね、音も取れればいいかなと。これ何年な、多分こいつな、もっと近いの言ってくれる。自分のこと一番柔らかいものだと考えて。何この絵で一番柔らかいの。こんにゃくです。下ネタしか期待してなかったよ今。ちょっと力入ってくから、しか入ってくから、入ってくから。でまず流れ見ます。でこの一定のリズムで動かすことによって急にこう入ってくるっていうのを感づいてしまうんですよ。なので最初からランダムに揺らします。でタイミングを測っておいて、腰が先行して回るからね、こういう感じ先行してこうで、鳴った瞬間にはもう引いてる、脱力をかけると。でそうすることによって怪我をさせない、
1個なったら解除される感じなんで、ちょっとそんなに歪みが少ないからあんまちょっとなってないけど、この反対向いて、反対からも試しにね。これ真面目なやつだから。ウィーバー真面目じゃないで腰が入って遅れて肩が入る、で逃がすと、逃がすことを想定してこれを作って、この動きを作って逃がす、これで逃がす。で、まあ、ありがちなミスはこっちの手、胸側の手。よくね、あの他の整体師と違う方で胸を触ってって言われたけど、胸を触んないようにこっちに先に触っといてもらう。女性ばっかりなんで、ほら見て、顔見て、ほらよく見たら女性っていうかもうおばさんみたいな感じでしょ。ほらそういう感じ。はい、じゃあ行ってみよう。これカットかな、今のとこな。で必ず手のひらを上に向けていく。こうするとダメなんですよ。なんでかというともう固まって、ここの骨1本当てるんじゃなくて、ここの骨2本あるって、この2本を当てる。でこの時に肩が力んでると腕が固まるので、腕は脱力しとく、ダラーっとする。ダラーっとすることによっていつ力が来るかを読ませない。こうすぐ抜ける状態にしとく。要するにパーンって振り切らないように、入ったらもう抜ける状態を想定すると。これが体に優しいボキボキですね。怪我のないボキボキで、手前に引き込むとこうやって乗るんで、どこで逃がすんだろうっていう。だ大きすぎればこう上から乗ってもすぐ終わっちゃうんだけど、このぐらいの体型だと手前に抱き込んじゃうと、もう怪我させるとこまで簡単に行けちゃうんで、ビビられた時におしまいだっていうので、僕はこの背面からバックアタックってやつですね。知らねえけど名前今気につけたね、今な。ということでした。ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。